皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？あ、なんか二つに割れてる。ご機嫌いかがでしょうか？私は、元気にしております。どうやってやればいいんだろう。画面が逆だからな。あ、なんか変になっちゃった。元に戻したい。元に戻したい。はい。元気にしております。さてさて、夕方じゃないな。もう晩だな。晩型の一人語り。スタートさせていただきまーす。はーい。おいしい。あー、おいしい。おいしいなー。あー、おいしい。あー、健康でよかった。健康に感謝。健康に産んでくれた母親に感謝。あー、美味しいなー。美味しい。あー、今日はちゃんとフルルーティーンやりましたよ。フルルーティーンを、はい、 YouTube のフルルーティーンを、ちょっとメニューが増えたフルルーティーンを、はい、そうですね、はい。あー、たまんねー。おいしい。あー、いや、さっきもね、スクワットたくさんしてね、はい、ドラムも叩いて、はい、もういい感じですよ。はい、もうこのまま昼寝してな。今日昼寝してないんですよね。はい、で収録2つあったんでね、はい、収録2つあった割には結構ね、結構早い時間に終わってますよね、はい、いい感じいい感じ、はい、あ、昼寝はしてないけど二度寝したんだったそうですね、そうでした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 、二度寝したんですよ。しかもあれですよ、二度寝ってメールチェックとかして、さらにスープ、なんか生姜のたくさん入ったオニオンスープ飲んで、それから寝たんですよ。二度寝も二度寝、本当に二度寝じゃんみたいな二度寝ですよ。はい、それしましたね今日は。はい、あー、いやー、今日はこれから作曲とね、作曲と書籍執筆ですね。はい、作曲と、そうですね、作詞ですね。あ、作詞、あ、執筆と作詞どっちにしようかなー。あー、作詞も手つけられますね。はい、あー、けどもう打楽器だけなんですよ。だからメロディーはもう影響ないはずなんですよ。けど最後の最後までわからないんで、やっぱりまだ執筆を続けることにします。はい、執筆ですね。はい、恋愛小説、はい、はい、やっぱ次を考えとかなきゃいけないんでね。曲、次何書こうかな。うん、そうですね、ちょっと迷いどころなんですよね。もうそろそろ次の曲書き始めるんでね。はい、どんな曲書こうかな。誰宛に書くかもあるんですけどね。はい、うん、そうですね、どうしようかな。どうしようかな。またソプラノ歌手向けかな。まあ誰もいない時にはソプラノ歌手なんで僕は、はい、そうですね、はい、誰もいない時はソプラノ歌手、誰かいたらその人に書く感じで、はい、今後は歌物を中心に書いていきたいと思うんで、はい、そうですね。
だから作詞もしていかなきゃいけないし、はい、次の曲何しますかね。激しい曲とバラード作ったんですよ。次何にしましょうか。何にしましょうかね。ちょっと考えとこう、本の方はね、まだ全然書き終わってないんでね、次の作品何にするかなんて考える余裕は全然ないというか、まだ考えなくていいんですけど、はい、そうですね、むしろ第1作目をリリースして、早めにリリースしてからその反応を見て決めたいっていうのもありますしね、はい、ということで YouTube のルーティーン終わったんで、これからは制作活動に入りたいと思います。はい、ということで今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。